第3宮古島台風は、1968年9月に沖縄県宮古島付近を通過して大きな被害を出し、その後鹿児島県に上陸して西日本に大雨をもたらした台風である。宮古島は2年前の1966年に第2宮古島台風に襲われたばかりであった。第3宮古島台風の進路図1968年9月12日3時。 サイパン島の東北の海上で熱帯低気圧が発生し、18日に沖ノ鳥島の南南島の海上で台風16号となった。台風は西から北西、北へと進路を変え、22日夜半頃に宮古島付近を通過した。23日、宮古島の南南島、約2 5 0トルの海上で勢力が最も発達し、 中心気圧930ヘクトパスカル、最大風速秒速55メートルとなった。宮古島では最低海面気圧942.5ヘクトパスカルを記録している。その後は南西諸島沿いに進み、24日23時過ぎに鹿児島県屈指機の市付近に上陸。上陸後は急速に勢力を弱めながら九州の西岸を北上し、佐賀県から長崎県に ループ上に震度を変え、25日12時に弱い、熱帯低気圧へと変わった。宮古島で最大風速秒速54.3メートル、久米島で最大風速秒速43.7メートル、枕崎で最大風速秒速37.5メートルをそれぞれ観測するなど、台風の影響で暴風が吹いた。 宮古島で観測された最大瞬間風速秒速79.8メートルは日本の観測史上3位の記録である。また、台風の北上に伴って西日本の南海上にあった前線の活動が活発化し、23日から27日にかけて九州東部や四国南部、紀伊半島南部で記録的な大雨となり、大汗では飛行水量が百六点零ミリメートルに、 達し、従来の記録である684ミ、mm、リメートルを更新した。宮古島では暴風によって、住火や農作物に大きな被害が出た。鹿児島県では潮風や高潮による被害が大きかった。また、西日本の太平洋側では、大雨による浸水被害も発生した。宮古島を直撃し大きな被害を出した、この台風について、気象庁は、 第3宮古島台風と命名した。ありがとうございます。